わざわざご視聴ありがとうございます。うまくもないけど下手でもないハム太郎でございます。さあドモンカッシュ艦隊で天魔の古城試練の8やっていきましょう。もう正直ね結構やったんですよ。で結果お助けアイテムフルに使うのと大賢者に変わった1体速殺つけた、これがね何回かトライした、結果です。理由はね、まあ、至ってシンプルなんだけど、この辺とか余裕なのよ。え、プニーいるじゃん。プニーなんて超級覇王伝英団で消し飛ぶわけよ。皆さん超級覇王伝英団知ってます？くる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 回って、気弾をいっぱい撃つやつです。多分、あれの再現で、超絶乱気弾だと私は思っておりますが、まあそんな話はどうでもいいのよ。そう。即殺か。なぜつけたかというと、まあ、シンプルなんだけど、捨てさん？捨てさんで死ぬ。あー、これ触ってんな。とりあえず、薄盾かなしといて、殴りで倒さんべ。あ、倒したか、どうも強え、やっぱ。捨てさんでね、ボスが内弱なんですよ。で、内弱だと入るダメージが、全敵毒メテオしかないの。で、まあ、ご想像の通りなんですが、全敵毒メテオなんて全く入んないんで、ダメージ。削りきれないわけ。で、結果こうなった。結果的に大賢者で SS 回して速攻撃つ。ただそれだけです。でね、これでマジで危険なのが雑魚の同時処理じゃないのよ。プニの即死、このプニ即死でめっちゃ負けてる。あそこの位置でランキー弾出してもこれよ、幸せになれねー。ただここはちょっと一旦ステイしたいかな。うん、さすがにステイしたい。どこに置く？次に抜けるとしたら 4P で抜けるわけだから、違う、3P で抜けるから 4P 付近。いや、ボス地形な、ダメだな。これ抜けるか。抜けよ。最悪抜けなくてもいいや。抜けたか。OK。そう、ここもね、案外きついのが、やっぱプニ勝ちなんだよね。プニ勝ちの即死がさ、ここ3ターンなのよ。頭おかしくないっすか？何3ターンって。当時から思ってたけどもだ。頼むよ。あ、上振れた、上振れた。あのね、プニ全処理は、なかなかラッキー。まあ、キャラの配置によりきりだけどね。さあ、そしたら、まあ、価値を倒すのは当然なんだが、しかし、やれることないんだよね。ここでいくらドモンが頑張っても、結果、削り切るのは、10回ぐらい取らせて無理だったのよ。まあ、今回 HP10% 削りも使ってみたけど、多分それでもね、あれを削り切る自信は全くございません。この大賢者でそれなりのもの引かないと、負けです。頼むよ。4単位か、4単位か、4単位か。オッケー、来た。よし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 。ね、めっちゃ殴ってこれなのよ。無理っしょ。これはね、ごめん。さすがに土門好きの私でもね、チャレンジをやめた。だから、ここら辺できることは、冷静に行こう。冷静に、4P を去りに行こう。ランチャーパネルで。OK。よし。プニー倒しとけば怖くない。まあ、あとはできるだけゆっくりプレイして、他のキャラも SS 貯めたかったんですけど、さすがにそこまで余裕ないな。うん。SS で抜けよう。ここでできることも特にない。ないね。よし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 。はい、オッケー。そしたらね、うん、そうだね、今、どっちかにキャラ貯めといた方がいいの、そしたら。貯めとくか。HP がね、もうすでに、SS 打つ気満々なのよ。あ、それ良くない。待って、それは良くないぜ。割れるかしているぞ。いや、ドモンは割る。よし、割った。あぶねえ。ちょっと焦ったぜ。行きましょう。最高です。ありがとうございます。さあ、中ボス突破しましたよと。突破だ、良いと。で、ボス戦やっていきましょう。
で、ボス戦もね、さっきボス行っちゃった時に、やべっと思ったけど、案外ここね、外弱引ける。言うてもね、3分の1だから。さあ、とにかく雑魚処理優先。雑魚処理サクサクやって、突破してかんやいかんので、パネルに乗っけるのと、1P、3P の友情出そうか。場所がいいね。お、いいね。またプニ全処理。これ来たね。来たよ。ドモンカシのターンが。これは雑魚処理しちゃっていいでしょう。1P の友情出しといて、うん。よし、当たった。OK。こっからはただ削るだけ。もう普通です。ただただ削ればいいだけ。いや、シンプルでいい。さっきのもう内弱とか無理。で、これはパネル化綺麗にしようか。殴るターンと殴らないターンをはっきり決めとかないと、絶対積む。こっちでいいかな。よし、これで家族パネル OK。まあ、超原則持ってるからね、ある程度いけるから。さあ、OK、横着。上行って、先に割ってもらって。いやー、逆行ったか。あー、やらかした。二重に一回しか攻めれないのに、その一回をミスった。もっと素直に攻めればよかったな。内弱か。内弱がクソです。次、蘇生かかっちゃうかな。蘇生かかったらもうどうしようもない。あれ、来ないか。OK。いやー、いかない。やばい、ちょっと渋くなってきた。次攻めれねえからな。ここで蘇生か。パネル潰しと雑魚処理。よし、気弾。ナイス、気弾。さあ、ここで決めないとやばいね。残り2ターン。支援もないし、内弱だと一旦捨てます。マジ何もできん。頼むよ、外弱。来たね、来たよ。よし、ナイス、どうも。さすがです。 3P の場所がめっちゃ不安で、さっきここで負けたんだけど、プニ勝ちがね。おっ、なら、キラ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 キ出れた。で、1体倒した。でかい。そう、プニも核にもプニの即死をまでに倒さないといけないってのがきつい。ね、倒して、あ、これワンチャンこっち倒してる間に右で加速してもらえるかな。いけるか。友情出たけど右下、いや、残っちったか。待てよ、でもこれ、あ、グロフィンガー撃てばいいんじゃね。一応気弾処理するけど、 2P からしかだって当たんないよね、これ絶対。いや、当たらんよね。分かってた、分かってた。分かってた、分かってた。消し飛ばすことを祈るよ。頼む、ドモン。さあ、1段階目だけど。よし、持ってった。え？あ、1段階目で。おー。あ、ワンパンしちゃうんだ、どうも。1段階目で。勝てました。
あー、エクスカリバー超えたわ。オーケー、勝ちです。バイバイカリバー。じゃ、バイバイ。ありがとうございました。